金融政策、金融政策、金融政策は中央銀行が行う金融面からの経済政策のこと、財政政策と並ぶマクロ経済政策の柱である。金融政策は経済を持続的に拡大させることが最終的な目的である。物価や通貨価値の安定、さらに景気対策の一環として金融引き締め、金融緩和を行う。 手段は、基準割引率及び基準貸付利率、工程部合や、預金準備率、準備預金制度を変更したり、公開市場操作を行ったりする。また、操作の目標として、金利化、マネーストック、マネーサプライ、その結果としての為替レートなどが挙げられる。金融政策の目的とは、信用秩序の維持とマクロ経済の安定である。マクロ経済の安定は、 物価の安定と適切な雇用の維持の二つに分けられる。具体的には、一般物価を適当な上昇率に調節し、インフレデフレを解消することと、非自発的な失業率、非自発的失業をゼロに近づけることである。金融政策は、財政政策とともに、消費、投資などの需要をコントロールする上で重要な役割を担っている。金融政策とは、 国内信用を中央銀行の裁量によって拡大ないし縮小させることであり、国内信用の拡大とは金融緩和であり、縮小とは金融引き締めに他ならない。金融政策の具体的な手段には公開市場操作と金利操作がある。金融緩和によって金融緩和利子率低下投資、消費の拡大 GDP の増大といったメカニズムが働く。 金融政策の効果の低下を防ぐためには、中央銀行は早期かつ十分に金利を引き下げて、景気を悪化させないようにする必要がある。不況対策としての金融政策の有効性は、予想実質金利をどれだけ下げるか、ケインズ効果と、実質金利低下による、投資、消費をどれだけ増加させるか、資産効果という2点に大きく依存していい。 金融政策だけでは対応に限界がある場合には財政政策を組み合わせたポリシーミックスによって政策効果を上げるという考え方が一つの流れとなっている。しかしポリシーミックスといえどもかつて起きたスタグフレーションという不強化の物価高という状況下では不況克服にウエイトを置くのか物価抑制に焦点を合わせるのかまたその場合財政 金融政策ではどういったバランスを取るのかという難しさがある。なお、金融政策発表前に情報が漏れ、市場が動いてしまうことを防ぐため、金融政策決定会合の前後の時期に、会合のメンバーに対して、金融政策に関する発言を禁じる、ブラックアウトルール単に、ブラックアウトともが設けられている、FRB、日本銀行、 この発言禁止の期間をブラックアート期間と呼ぶ。金利をゼロにまで引き下げると、それ以上引き下げ余地がなくなるため、非伝統的金融政策が必要となる。伝統的金融政策、非伝統的金融政策と区別されているが、民間から資産を購入、売却することによって、マネーの供給を調整するということでは変わりはない。 中央銀行による金融政策を一言で言えば、市場にどれだけ通貨を流通させるかを実行するかに尽きる。通貨供給、マネーストックと物価の変動は密接に関係している。金融政策の操作目標は大別して、金利とマネーストックに分けられる。この二つを同時に目標にすることは通常不可能である。通常の循環的政策においては、 金利水準が目標となる。金利の引き下げは国内信用及び通貨供給の拡大を金利の引き上げはその縮小を意味する。しかし加熱あるいは過齢気味の景気に対して稀にマネーストックが目標とされる。有名な政策に1970年代後半にポール・ボルカー元 FRB 議長が採用した新金融調節方式がある。これは それまで金利水準を目標にしていってきたインフレーション対策が限界に達したため行われたものでマネーストックを目標としている増加の抑制が目的。この結果、金利は上へ放たれ急上昇。1980年代初頭にまで至る高金利の時代を生み出した。この政策により実質金利を高めることができ、インフレーションは人生化した。 このように金利を目標としなくなることで金利の変動は激しくなる。田中秀臣、足立誠治はマネタリーベースの供給量が十分か不十分かは単純な伸び率の比較ではわからない。十分か不十分かはその経済で適正であると思われる名目経済成長率をベースに算定るのが望ましい。例、マッカラムルールと指摘している。 金融政策の目的は、物価の安定を通じて安定した経済成長をもたらすことであるため、通常の金融政策において株価は直接の対象とはされないが、株価の変動が直接的、間接的に影響を及ぼす場合、結果的に株価の動向が金融政策の行方を左右することもある。例、ブラックマンデー。経済学者の多くによは、 物価だけで経済を見るのは良くない。長い目で見た安定が望ましく、あまり細かい動きに反応すると、経済の不安定要因になると指摘している。経済学者の伊藤治は、物価は安定しているのに、バブルが膨らんだ、結果、巨大な最悪になった事例がある。中央銀行は、物価だけではなく、資産価格の冒頭なども注視し、総合的、 予防的に政策を運営しなければならないのではないかと指摘している。経済学者の伊藤元重は株式、不動産でのバブル形成、結果として起きるバブル崩壊の防止は金融政策、金融市場の運営にとって重要な課題であると指摘している。ベンバー南紀元 FRB 議長は中央銀行は株価、 住宅価格の変動などが生産高、インフレに深刻な影響を与えるという明確かつ説得力のある証拠がない限り、その変動は無視すべきであると主張している。バーナンキは1930年代の世界恐慌のような大きな経済ショックに直面した場合を除き、金融政策の決定に際して資産価格が決定要因となることはとしている。 経済学者の岩田菊夫は一国の名目金利はその国のマクロ経済の安定化をもたらすため金融政策によって誘導されるべきである。世界金融危機の原因は不適切なレバレッジ比率による金融システム政策にあると指摘している。岩田は金融システムの安定には包括的規制、監視政策、マクロプルーデンシャル政策を立てるべきであると指摘している。 金融政策は物価変動の抑制や景気改善のために独立した政策を打つことが求められるが経済構造上で制約を受ける場合がある。金融政策の変更が実体経済に影響を与えるまで時間的な遅れが生じると考えられており、その遅れは半年程度であるとされている。1960年代にミルトン・フリードマンは 財政政策ではなく、金融政策の重要性を指摘しており、金融政策の失敗が大強行の原因であるという学説を唱えた。池田忍は、先進国では、景気循環調整は、財政政策ではなく、金融政策で行うのが常識であると指摘している。経済学者の野口明、田中秀臣は、金融政策は、政治的、資源配分上の歪み、 財政赤字を生み出さない。一方で、金融政策は民間投資調整の大きさが事前の予想通りのものとは限らないという点である。金融政策にはタイミング、規模という点での難しさがあると指摘している。野口、田中は、金融政策はそのスタンスに変更がない限り、持続的に効果があると指摘している。経済学者の原田康氏は、 金融政策の効果は大きく持続的であるというのは、財政政策に比べてのものであり、永久に効果があるというわけではないと指摘している。田中秀臣は、金融政策は国民全体に幅広く恩恵が施されるため、裁量権の点で政治家、官僚の得にならないと指摘している。田中は、唯一得になるのは、為替介入のみであるが、 仕組みから言って為替介入は短期的な効果しかない。金融政策が変わらない限り為替レートは変わらない。為替介入は民間の金融機関が政府の代理として実務を行うため利益を得るところはあると指摘している。原田康氏は金融政策が実体経済に影響を与える経路は銀行貸し出しだけではなく、為替レートの低下、資産価格の上昇。 インフレ予想による実質金利の低下などの経路がある。また景気回復の初期段階では、企業は溜め込んだキャッシュフローがあるため、銀行貸し出しに頼らず設備投資を拡大させることができる。原田康史、大和総研は、金融政策に副作用があるとすれば、物価の上昇と為替レートの減価であると指摘している。佐藤健広日銀審議委員は、 マネタリーベースで株などの資産価格は動かせても、物価への波及には相応のタイムラグがあると指摘している。佐藤は物価は経済の体温であり、中央銀行が直接に操作可能な変数ではないと述べている。経済学者の北村幸信は、マクロ経済政策として必要なのは、独立した拡張的な金融政策ではなく、 実体経済を促進するための資金の確保と実体経済活動の中での資金の適切な配分を行う金融中にある。それがうまく機能しないと特定の資産へ資金が集中し資産バブルが生じると指摘している。池田忍はバブルは資本主義の宿命であり中央銀行の力だけで防ぐことはできない。重要なのは急激なバブルの崩壊を防ぐことであると。 指摘している。マリネア・エス・エクルズ、元 FRB 議長は、金融政策を経済安定化の唯一の要因とすると、失望することになる。金融行動のみで完全な経済の安定化は可能ではない。もちろんインフレの更新を止めるのに、金融引き締めは可能であるが、金融行動によって不況を止めることは非常に困難であると主張していた。は、 大規模な金融緩和の問題点は、緩和を拡大している期間には表面化してこないことに、あり、金融政策の転換が必要になったとき、出口でどうなったかで評価する必要があると指摘している。アメリカでは、金融政策は物価など名目変数を変化させても、生産、雇用など実質変数は変化させられないとする、実質景気循環学派と、金融政策は、 名目変数だけではなく、単中期的に実質変数を変化せられるとする、ニューケインジ安楽派がいる。中央銀行は貨幣を発行する権限を持つため、常に政府との距離が重要となってきた。もし中央銀行に十分な独立性がないならば、政府の言うがままに貨幣を発行する可能性がある。政府は、支出をより増やしたい欲求と、 増税への抵抗を忌避する性質があるため、貨幣発行を財源、通貨発行益、シニョリッチとしたい動機がある。貨幣発行は民間投資を増加させ、インフレーションを発生させるが、潤沢な貨幣発行により、名目金利が上昇せず、実質金利を低下させる。無人増の貨幣発行は、結果民間投資、消費の増大に、 歯止めがかからなくなり、総供給が総需要を満たせなくなるため、ハイパーインフレーションが発生する。ハイパーインフレーションは貨幣への信用喪失であり、著しい経済的損失が発生する。このため、中央銀行は政府から独立していなくてはならない。経済学者の岩田菊は、歴史的に見れば、目標なしに金融政策を中央銀行の完全な、 最良に任せることは失敗のもとであると指摘している。野口明は中央銀行の金融政策は事実上総裁の景気判断によって行われる。金融引き締めや金融緩和を行うタイミングを間違えると経済は思わぬ方向へ暴走すると指摘している。明治大学国際総合研究所フェローの岡部直明は金融危機回避に大きな役割を担うのは 金融政策であると指摘している。経済学者のアンナ周ウツは、金融当局が政策的に間違わなければ、本来、金融危機は短期的な現象である。公衆の追加的な通貨への需要が緩和されれば、危機は自然に収束すると指摘している。経済学者のジョセフ・イース・ティグリッツは、金融政策とは単なるインフレ対策だけではない。 インフレに過大な関心を注ぐあまり、一部の国の中央銀行は、金融市場で起きている状況に無頓着になってしまった。資産バブルが無制約に膨らんでいくのを、中央銀行が放置することにより、経済が負担するコストに比べれば、緩やかなインフレによるコストなど、微々たるものに過ぎないと指摘している。原田康氏、大和総研は、金融政策は、 財政赤字を拡大させることなく経済ショックを和らげる。ただし財政、金融政策は原油価格の高騰などの供給ショックには対応できないと指摘している。一般的に金融政策は利子率影響を及ぼし金利が民間投資、設備投資に影響を与えることで実体経済へ影響を及ぼす民間投資には抗議では 家計の住宅投資も含まれる。しかし、これには前提がある。それは民間投資が利子率に反応するということである。これが利子率弾力性であり、利子率の変動に対して民間投資がよく反応するほど弾力性が高いと言える。この弾力性が著しく低い場合は、金融政策と実体経済のリンクがなくなっている状態であり、 金融政策の効力は低下する。利子率弾力性が高い状態とは、融資さえ受けられれば投資したいと考える、企業家が十分な量、存在する状態であり、投資案件に事欠か,かないような状態である。投資案件がない状態では、いくら名目利子率が低下しても、投資など発生しないため金融政策は無力化する。経済学者の高橋洋一は、 マネタリーベースの拡大で予想インフレ率が高まると実質金利が下がり一定のラグを伴って実物経済に波及し後のマクロの名目 GDP 成長率、失業率、賃金上昇率、インフレ率が決まってくる。その過程で為替も副産物として決まってくると指摘している。また高橋はデフレから脱却するために一時的に実質金利がマイナスとなる長期的に マイナスのままとはならないと指摘している。エコノミストのハゼ光一は金融緩和によって経済活動が活発化する経路は金利低下による企業の設備投資、家計の住宅投資の活発化だけではない。金融緩和を行うと資産価格が上昇するという経路も大きな影響を与えている。家計消費は毎年の所得によって影響される部分が大きいが株、 預貯金などの金融資産や不動産などの実物資産、揉めて、保有資産額が増加すると消費支出が増えるという資産効果があると指摘している。投機的貨幣需要が無限大となり、流動性の罠が発生している状況では、金融政策は無力化する。金利がゼロに近づくと、利子率2%を境にして消費も投資も増えなく、 なり、金融政策が完全に有効性を失う。ジョン・メイナード・ケインズはこれを流動性の罠、リクイディティ・トラップと呼び、自由市場では、当時のあらゆる金融政策が有効性を失う状態であるため許されないとことした。原田康氏は、金利がゼロであっても、マネタリーベースを拡大させることで、金融政策は、実体経済を刺激することができる。量的緩和政策は、 効果があったという分析もあると指摘している。原田康氏大和総研は、名目金利が低い場合でも、量的緩和を行えば、金融はどれだけでも緩和することができると指摘している。高橋洋一は、名目金利がゼロ近辺になると、名目金利の引き下げ余地はなくなるが、実質金利は予想インフレ率が高まれば、マイナスにできる。 実質金利の引き下げ余地がなくなるということはないと指摘している。経済学者の多くによは金融政策ができることの一つに期待に働きかけるというのがあると指摘している。岩田菊夫は金融政策は人々の予想、期待に働きかけることで有効性が発揮する政策あると指摘している。ポール・クルーグマン、ポール・クルーグマンは日本経済について 流動性の罠に落ちたにもかかわらず、市場の予想を上回る大規模な金融緩和を行うことで、インフレ期待よらないから救いようがないと日本経済の病根を指摘した。資本移動が自由の場合、固定相場制において中央銀行は相場維持のための無限介入が必要である。このことが独立した政策を行う上で大きな制約となる、 国際金融のトリレンマ。例えば、小国の中央銀行が、カイオペで金利を引き下げて、マネーストックを増やし、景気を良くしたいと考えたとする。しかし、為替相場を固定している大国の金利より下げた場合、自国で増やしたマネーはリザヤを求める、最低取引により流出することになる。この流出は、中央銀行がカイオペで放出した通貨が、自国通貨売りの取引殺到により、 中央銀行にすべて戻るまで続く。結果、金利は前と同じになり、景気不要効果を持たない。このため、固定相場制において小国は金利を操作することが、事実上不可能になる。また、大国であったとしても、その他の大国との取引において、上記の制約が全くないわけではない。欧州が、通貨統合、事実上、複数国による、 固定相場制導入と同義を行った結果、金融政策担当が各国の中央銀行ではなく、欧州中央銀行 ECB になったのは、このような背景があるからである。一般には、物価上昇と失業率の改善は、トレードオフの関係がある。それは一時的な短期のトレードオフであり、予想外のインフレ率の上昇によりもたらされる。 短期トレードオフによる失業率の回復が十分か、ごくわずかか、その水準にかかわらず、インフレ率は以前より高くなるが、長期的に失業率は自然失業率へと落ち着く。つまり、非自発的失業がある状態では、失業率とトレードオフの関係は成り立つが、非自発的失業がない状態では、失業率とトレードオフの積和が成り立たない。 物価と雇用のトレードオフとは、適切な雇用水準を維持しようとすると、ある程度のインフレを許容せざるを得ず、逆に物価の安定を維持しようとすると、適切な雇用水準を諦めなければならない関係を意味する。経済学者のスティーブン・ランズバーグは、ロバート・ルーカスの理論を挙げ、マネーサプライのランダムな変動は、インフレ率と雇用率の双方を共に上昇させる。 そして、ランダムな変動ではなく、政府の政策の一環として生じた場合、インフレ率は上昇するが、雇用は変動しないと指摘している。経済学者の池尾和人は、経済学的には、物価の安定を通じて、雇用の最大化を図るか、物価の安定を犠牲にして一時的に雇用の最大化を図るかしかできない。二重目的を課すのは良くないと述べている。 原田康氏は、金融政策に意味があるのは物価を上げるからではなく、生産、雇用を拡大させるからであると指摘している。野口明、田中秀臣は、ケインズ後の時代を生きる人々にとって、雇用、物価の変動は、受け入れなければならない、運命ではない。政府、中央銀行が、マクロ経済政策によって、総需要を適切に管理すれば、適正な失業率、 物価上昇を維持することは可能だからであると指摘している。野口、田中は、高コストの問題は、名目賃金ではなく、実質賃金の上昇であり、実質賃金が上昇すれば、企業は雇用を縮小させるしかない。つまり、完全雇用をマクロ経済的に実現させるためには、実質賃金を低下させるしかない。そのためには、名目賃金を低下させるか、 物価水準を上昇させるかのどちらかが必要となると指摘している。リーマンショック後の不況と高失業率に対して、米国 FRB は大規模な量的緩和で対処してきたが、緩やかな回復傾向にある経済にあっても、パートタイム労働者の割合の増加や、労働参加率の低下や、タンオーバーの増加などが見られる。これらが周期的要因で起きているなら、金融政策で、 対処できるが、いくらかの要因には対処できないとする見解を、ジャネット・イエレンをはじめ FOMC は出している。またグローバル化、あるいは企業が企業収益のみを追求することによって労働者の実質賃金が低下するケースを FOMC が、金融政策ではコントロールできないと考えており、これによって賃金上昇の阻害が起こり労働指標が 現実の労働市場を反映しない可能性がある。これによって FOMC のメンバーが利上げなど金融政策の出口政策を考える上での不確定要素となししまっている。経済学者の伊藤隆都氏は雇用、賃金は思行指標なので時間はかかると指摘している。経済学者の清水経典は貨幣の量が生産、雇用、物価に与える影響の大きさや 時間のずれの長さは国民の持つ情報とそれに基づき形成される期待次第であると指摘している。原田康氏は金融緩和の目的は雇用を増やすことであって賃金を上げることではない。もちろん金融緩和で雇用が増えて失業率が下がっていけばいずれ賃金は上がる。しかし雇用が伸びる前に賃金を上げては かえって雇用の伸びを妨げることになりかねないと指摘している。高橋洋一は金融緩和によるデフレ脱却の過程で名目賃金の上昇率が一時フレ率に及ばず実質賃金が低下する局面もある。実質賃金が上がらないことで雇用が増加している限り問題はない。一時的に実質賃金が低下して雇用数が増加することは デフレ脱却の局面では健全な姿である。デフレを脱却したら実質賃金の上昇率はプラスになると指摘している。経済学者の飯田康之はアベノミクスの一本目の矢は決して金持ちの味方、貧乏人の敵ではない。所得に関しては中立であり、むしろ格差是正的な側面もあると指摘している。経済学者の松尾忠氏は金融緩和なしの賃上げは 実質貨幣供給を減らすため、金融引き締めと同じ効果をもたらすため、景気押し下げの圧力となると指摘している。1960から1970年代前半の主要先進国は雇用の維持のために金融を緩和気味に運営した。その結果、貨幣供給量、マネタリーベースの増加率が上昇し、インフレとなった。 1973年の第一次オイルショックの契機に大インフレとなり主要先進国は物価の安定を優先するようになった。1970から1980年代中期までドイツや日本は貨幣供給量を安定的に維持する金融政策によって比較的良好な成果を収めた。日本経済の高度成長期である1960年代。 前後の金融政策は、肯定部合操作による金利政策が中心だった。その後、1970年代の田中角栄による日本列島改造計画や、オイルショックなどによるインフレション、また、オイルショックの反動として起こった経済のゼロ、マイナス成長と、さらに為替レートが固定相場制から変動相場制に移行して、為替の乱効果などが繰り返されるに及び、 金融政策は物価、景気、為替などをそれぞれ同時に視野に置きながら運営を行わなくてはならなかった。それ以降も金融自由化、国際化、さらに市場メカニズムに委ねる経済時代が到来して、日本の中央銀行である日本銀行の金融政策は様々な政策手段を活用せざるを得なくなった。 1973から1974年の第一次オイルショック後、日銀は金融政策を転換し、貨幣供給の増加率を引き下げ始め、インフレ率も低下した。1973年12月には、肯定部合は9%であったが、1975年から段階的に引き下げ、1978年3月には3.5%となった。 1986から1987年にかけて日銀は、肯定部合を5度にわたって引き下げるなど、低金利政策を実施した。1989年から日銀は5回にわたって、金利、肯定部合を2.5%から6%に引き上げた。百九十一年七月に、工程部合はトからトに引き下げられ、以降、 2002年時点で0.1%となった。1990年代後半から2000年代前半の日本では景気が悪化し慢性的な受給ギャップからデフレーションが続いた。日銀は金融緩和を行い1999年3月には短期金利はほぼ0%にまでに抑え込むにいたゼロ金利政策がこれによってもデフレが止まらなかった。 2001年3月、無担保コール翌日物レートから、日銀当座預金残高へ、操作目標が変更された。日銀当座預金残高を目標とすることは、マネーストックの代表的な指標である、M2CD などの量や伸びを説目標としたものではないが、日銀当座預金は、マネタリーベースの一部であり、信用創造によって、マネーストックとの間には、関係があるため、 マネーストックを目標としたものと言える。この政策は特殊な場合を除けば金利はマイナスにならないという制約があるため、金利を目標とした金融緩和が限界に達したため採用された。2001年から2006年にかけての5年間、日本銀行の東西預金残高を目標にした量的緩和政策が行われた。2006年3月に、 量的緩和政策は解除され、金利目標へシフトしたが短期金利を低めに抑える、政策は継続された。2008年10月8日、リーマンショック後、アメリカの連邦準備理事会、FRB と欧州中央銀行、ECB など、米欧の6中銀は、協調利下げに踏み切ったと発表したが、日銀は利下げせず、金融調節面での改善の検討を明らかにした。 2016年7月の金融政策決定会合で日銀は質、量、マイナス金利の3次元での追加緩和を期待した市場裏切り、上場投資、ETF の買い入れ倍増を軸とする追加措置を決定した。また日銀は9月の会合で経済や物価情勢、これまでの金融政策の効果を総括的に検証すると表明した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。